日本東京都目黒区平町平町は東京都目黒区の地名。現行行政地名は平町1丁目及び平町2丁目。郵便番号は152-0032。目黒区の南部に位置する。町域西部は中根、東部はひもみや、北部は柿の木坂、南部は大岡山にそれぞれ接している。 2021年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地価は2021年1月1日の工事地価によれば平町1の14の18の地点で87万2000円平方メートルとなっている。現在の平町大岡山一帯は江戸時代には エバラ軍ブスマムラアザヒラネに属した。アザヒラネは明治に入り平らを干渉するスータの字に分割されたが、このうちアザ平ら前、アザ、平ら南原、アザ、平ら北原、アザ平らいなり丸が1932年に目黒区平ら町となった。1965年に住居表示が実施され、現在に至る。昭和時代には、萩原義太郎が広大な邸宅を構えた。 町域北辺で中目に所在する東急東横線都立大学駅に隣接する。また、南側では、東急大井町線緑が丘駅、東横線自由が丘駅も利用可能である。東急バスそれぞれ、平町、大岡山小学校前の停留所で利用可能。町域北部に目黒通り、北東部に菅7通りが通っている。ありがとうございます。